キンプリヘイヤー仕様、高橋山の誕生祝いで失敗談、人生初のテキーラを飲んで、とんでもないことに。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングピンス、平野仕様、26、が、18日放送の日本テレビ系。 ぐるぐる992時間 SP5700 に出演し、酒にまつわる失敗談を振り返った。人気企画、グルメチキンレース、ごちになります。に、登場。この日のテーマは、私の黒歴史、で、出演者たちが次々に赤面エピソードを披露した。平野が語ったのは、メンバーの高橋海人24の誕生祝いの出来事だった。 高橋が20歳の誕生日を迎え、お祝いすることに。平野は、その、次の、日に朝から生放送があったんですけど、でも、20歳ということなので、盛大にやろうということで、人生初めてのテキーラを飲んで、そしたら、とんでもないことになって、と話し、気づいたら日テレを、裸足で歩いていて、と明かして驚かせた。 メンバーの大事な記念日とあって、長時間飲んだようで、平夜は午前4時半迎えだったんですけど、4時半にマネジャーにバーに迎えに来てもらったんですよ。オールでそのまま行くことになってしまってと告白。仕事を優先で取るかメンバーの記念を優先で取るか天秤にかけたらちょうどビタッと平行だったんですよ。僕の中で、と笑わせた。 平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。